いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の話題は MLB オフシズン大谷翔平 2.5 億円タワマン夜景でもてなした20代美女の正体について振り返ってみませんか。寒風が吹きすさぐ12月中旬の東京月島もんじゃストリート、そのうちのある有名店から出てくる客たちは興奮を隠さなかった。あそこに座っていたの、やっぱり大谷だったよね。店内でもんじゃ焼きを楽しんでいたのは、エンゼルスの大谷翔平選手。いつになく上機嫌に見える彼のテーブルには、20代とおぼし、きつややかな髪が印象的な和風美女が同席していた。2時間ほど食事を楽しみ、店から出てきた大谷と和風美女は二人っきり。ではなかった。大谷ほどではないにせよ、やはり背が高く体格ががっちりした男性も店から現れる。アメリカでは大谷の専属通訳も務めている水原一平氏だ。水原一平さんは、まだ英語に不慣れな大谷にとって、アメリカでの生活に欠かせない相棒です。大谷は日本ハムに在籍していた頃に水原さんと仲良くなり、彼がメジャーリーグに挑戦するにあたって、水原さんも一緒に海を渡りました。エンゼルスのチームメイトたちとのコミュニケーションを助けるだけではなく、練習中はキャッチボールの相手をすることもありますし、免許を持っていない大谷の運転手も務めています。全室スポーツ紙記者。相棒、水原氏も大谷と一緒に帰国していたのだ。和風美女との距離感ということで言えば、大谷より水原氏の方が圧倒的に近い。実は彼女は、水原氏の婚約者なのだという。2018年2月、大谷はロサンゼルスに向かう際に、機内でこんなアナウンスを流したそうです。僕のマネージャーがこの飛行機に乗っています。彼は僕の夢のために日々サポートをしてくれました。急にアメリカに来ることになったため、婚約者の方にプロポーズをする時間もありませんでした。彼女も今、機内にいます。このマネージャーが水原さんのことだそうです。その後、水原さんが彼女にプロポーズしたかどうかは報じられていません。日本帰国中は、大谷には通訳は必要ありませんが、水原さんがアメリカでと同じように運転手を務めているのです。大谷を知る野球関係者。最も免許取得にも興味を持たないことでもわかるように、大谷には車に対する関心は薄く、アメリカでは球団から貸与されている韓国車に乗っている。また日本で水原氏が運転しているのも、大谷の地元である岩手県のナンバープレートをつけた車だ。おそらく大谷の実家が所有する車でしょう。全室野球関係者。食事後、大谷たちが車で向かったのは、湾岸エリアにある巨大なタワーマンションだった。なんと彼は、この最上階のメゾネットタイプの部屋を、渡米直前の2018年春に購入していたのだ。彼が東京の自宅として選んだ物件は、上下階合わせて120平米以上。現在の価格はなんと 2.5 億円以上だという。大谷さんはローンを組まずに速金で購入しています。高層マンションの最上階ですので、非常に見晴らしが良く、ジェットバスが備え付けられたスペースなどにも大きな窓があり、そこからも見事な眺望が楽しむことができます。地元の不動産業者。相棒である水原氏とその美人婚約者を、もんじゃ焼きと自宅からの絶景でもてなした大谷。輝く夜景を眺めながら、次シーズンの抱負も語り合ったに違いない。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、もも宛てにお気軽にコメントしていただけましたら大変嬉しいです。また、見てよかったと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録していただけますとご希望者には、
PDF レポート、ヒット商品開発の裏技を贈呈させていただきます。チャンネル概要説明欄からどうぞ。